皆さん、こんにちは。こんにちは。絵を喋ろう。美術の野間人、展覧会プロデューサーの熊作と、一気書きの画家、寅吉が絵を喋ろうしていきます。今日はですね、東京竹橋にある国立近代美術館で開催中の、重要文化財の秘密という展覧会ですね。はい。これについて喋っていきたいと思います。はい。じゃあ、まず最初に簡単に、この展覧会の印象、寅吉さん、いかがでしたですか うん絵が作らなかったような感じにしましたね。いや、私ね、実はね、はい。この展覧会、あの、チラシを見て、はい。菱田俊荘、黒い猫ってあるじゃないですか、ねあ。ああ、はいはいはい、はい。あれを見ようかなと思って、まあ、あれを見たいなと思って行ったんですよ。はい。で、展覧会見終わってから、 はい、あ,あれなんか物足んねえなとか思ったらそれなかったですね <laughs> ないんですよ手伝いもないし<の>そう。後期でしょいや後期っていうかなあれまあ重要文化財だからいろいろ規制があると思うんですけどああ展示期間が結構限られているやつば,ばっかりこれのチラシにね 全部で68点重要文化財があるうちの51点が集結とか書いてあったんですけど、ああ私がいたとき30数点しか見れなかったんですよね、結局はね。ああ、そうですよね。私も同じ頃ですからね。うん、そうそう。そうね、だからなんか物足らない感じはすごいありますよね。ちょっと騙された感じですよね。そうそうそう。おまけに、その黒い猫ってね、はい。打ち帰ってもう一回よく確認したらね。はい 展展覧会のの最後の1週間しか展示されなないんですよなんだそれ,それがメインなんですからねそう,うそんななんかなんかこう何て言ったらいいんだろう何しっていうんだあれ寅 <laughs> さんみたいなね本当にあの看板があって全然それと違うようなねそうそう重要文化財だからいろいろ規制があって例えばあの日本画だったら60日間しか年間にね展示できないとこにあるらしいんですけど あいやそれだったら最後の1週間しか展示してないのをメインで使わないでくれないかなとそうですよねひどいですね本当にひどいですよもう出口って感じでしたよねああ<ー>うん、うん、そうですねあれなんか他にも可能郊外の希望観音とかも見てねえなとかね ああ、非防感度もなかった私もなかったですね。ないです。なんとなくあるなと思っていったのが、なんとなく思ってる、言ってるからいけないっちゃいけないんだけど。<laughs> ちゃんと調べないからいけないって言われたらね。ちゃんとか,か展示があるって書いてありますよてい,書いてあります。そうだけど、まあ、はっきり言ってメインビジュアルに使うのはちょっと NG でしょうと思いましたね。ちょっとね、あれね、うん、国立のお利口さんがやってるのに。まあ、とにかく、これから、 この展覧会を見に行かれる方には、ぜひあの展示期間をしっかりチェックして行っていただきたいなと思いますね。はっきり言った東京の近代美術館と博物館と芸大でほとんどあるじゃないですか、はいはい、見たやつ。それにしては1800円ですからね。そう。普段東京にいる人、まあ、あの地方にいる人はね、<laughs> 逆に言うとここに来れないじゃないですか。そうですね。 で東京にいる人ってふあ、まあ結構見てる人は、常設で見てるやつばっかりなんですよ。常設展みたいなもんですよ。おまけにね、すごい豪華な展覧会とかって書いてあるんですよ。あ<ー>ちょっとやめてほしいなと思ったけど、まあ、でも、ね、このほら、なんていうの、バナーっていうのかな、この広告、はい、ここにモマットコレクションっていうのと、修復の秘密っていうのはあるじゃないですか。あ、ありますね。まあ常設ですよね、単純に言えば。 はい、ね、ここのあの藤田はすごい良かったですね。ああ、藤田あったっけ。あ、これね、修復のところにあったんですよ。そっちは見てないかな。修復のところ見てないかもいれないです。あ,、ねあ、そうですよ。リコ、えーのあれもあった。よ長谷川リコーのなんだって。パウリシタ、キスタ。あっ,あった、あった。 あれ、私見てない。あの部屋見なかったんですよね。はい。まあちょっとその絵を見せるっていうより、修復がテーマになってるからね。ああ。うん。気安かないや、すごい良かったですよ。すごい綺麗ああ。もとも藤田は十分にならないですよね。フランス国籍になってるから。ああ、なるほど。いや、多分ね、わかんないけど。まあ、じゃあ、とりあえず見ていきましょうかね。はい。展覧会と同じ順番で。はい。もちろん全部じゃないんですけど、ちょっとピックアップして。 横山大はい。これも常設でいつで,もい,、まあ、いつでもって言ったら違うと思うんだけどまあ見れますよね。あす、生成せえですよね。そう、全長40メートルから全部見れるっていうのが、まあ、すごい、すごい、すごいらし,<あ>らしいですね。私、本当に、ね、これ、いつも見て何回か見たんで、うん、ほとんど素通りししちゃいました。私、もう最初に近くで見たい人は並んでくださいって言われたんで、ばかばかしいからやめました。<laughs> <laughs> だってこれ常設の時に見れるんだもん。そうなんですよ、見れるんですよ。うん、何回も見てますよ。ねえ、おまけに、はい、まあ40メーター見なくたっていいじゃんという感じもあるんですよね。小山体観な私、だめなんだよな、全然日本がいいと思ってないと分からない,い私は、あ<ー>私、これもそこからいいと思ってないんですよね。<laughs> あの私ね、日本語は一時,、はい、一時期めちゃくちゃ好きだった比較的若い頃はろ、はあ。で、いいと思ってたんです。 ああ。でも、横山大観の生成る点はいいと思ったことないんです、一回も。<laughs> 横山大観っていいのあるかなと思っちゃうんですよね。あのね、屈原っていうのがあるんですよね。あ,あ屈原知ってます。まあ、あれちょっと迫力あるじゃんあるけど、ちょっと。バカにかいけどああ私がいいと思ってるのはね、夜桜のやつがいいと思ってます、ねああ。夜桜,、ね、夜桜大観の、あの、うん、花火の、花火じゃない、焚き火のね。そうね。 いいあるんだけど、この横浜体育館ってビッグネームの割にな,なんかよく分かんないんですよね、そのビッグネームの理由が。全然、全然分かりませんね、私そんなこと言ったらね、<laughs> 横浜体育館の生成ルテン、<laughs> せっかく40メーターも展示してあるんだけど、例えばこの瞬間見たって別にすごい絵だと思わないですよね。思いませんね。雪舟のあれはいいと思いましたけどね、山水長官はね。まあ、その辺と比べるちょっと難しいかもしれないけど。<laughs> それれほどどのもんんじゃなないいですよこれと思うけどな分かんない私もそうです。世間の評価が高いのは知ってますけど、自分では全く見たいと思わないというか。見たいと思いませんね。はいまあ、ということで、これもね、ちょっとど,どうってことないですよね、これ。これね、うまいのかな。いや、これはの<え>文人画でもっとうまいのいっぱいあるし、まあちょっとね。このハリボテみたいな石のね。うん、まあ ジョネートル書いた意欲は買いますけどねだってその前に雪舟がいて、うん、その前に中国の家系がいるんですよ、それ見て、見比べてみなよって言いたくなっちゃう私、これ、うん、おもちゃでしょ、だから、まあ、あの <laughs> こんなこと言っちゃなんだけど、めちゃくちゃなこと言ってますね、めちゃくちゃでもないと思うんですけど、<laughs> あのけ結果が画家は勝負だから、うん、これって<え>、でも知ってる人はみんな知ってると思いますよ、これ。 これ、水墨画の中国とか雪舟とかのああいう水墨画やってる専門家から見たら、これは本当にバカバカしいと思うって言うと思うけどな、誰でもみんな。<laughs> 言うのかな <laughs> いや、わかんない。わかんない<え>。だってこれ、人間としてだってエばってるばかりで、家計とか、いや、家計がどんな生活してたか知らないけど、雪舟は大体お坊さんですからねそう。う まあ、いずれにしても、これパッと見ても、あの、横山大河の生成ぜる展ですよって言われなかったら、なんかあっさりした絵だなと思いますけどね。ああ、どっかの児童公園じゃないのってなって、なんだこのハリボテと思っちゃうんだよな、この岩だって。いや、そんなこと言ったらあれですけど、馬や人物だって、文人画でもっといいのいっぱいありますしね。裏にもいますよ。ま 変なこと言いますけど、まあ、下手くそな文人画だなっていう人がいてもおかしくないなとは思いますけどね。パッと見たときね、知らないよね。うん、でも、横浜大館ですから、こちらは鑑賞者として未 <laughs> 熟なだけかもしれませんけどね。大体名前が大館なんてさ、うん。でかい名前を受けちゃって場所な横浜大館嫌いですね。大体場所とかね、みんなや破りやすいってことを言ってるでしょ、場所、うん、だって。うん。 新内一葉だって一枚の葉っぱとかさ、謙虚な名前つけるもんですよね、うん、大体が。まあね、大観、そういえばそうです、ね、日本の文化人はみんなこう、されてますよ。ちょっとこう、雪舟だってそうじゃないですか、雪の船なんだから。いや、私ね、実は日本が好きだったのはね、ガゴ、はい、ってあるじゃないですか。はい、はい、はい。みんなガゴつけてるじゃないですか。大、ま、観、あ、もそうなんですけど、はい。それがかっこいいなと思ってたんですよ。<ー>いや大観<だ>がかっこいいと思ったわけじゃないですよ。はい、はい。はい、あの、ほら。 青木茂とか黒田清照とかいうよりはさ、なんかね,そうですね、予習とかさ、漱、はいまあ、石なんかもそうですよねからそ。それがかっこいいなと思った。まあ、体感はそう言われてみると、ちょっと大げさですね。<laughs> <laughs> すごい大げさです。はったりみたいな名前ですよね。まあ、それだけ頑張ったんでしょうけどね、あの絵は分かりませんけど。 うん、まあ、ね、いろいろ心意気とかね、うん、西洋と東洋のな融合とかいろんなこと言ってそんなの私から見るとチャッチーなーと思っちゃうんだけどな人間なんだからみんなさ同じだよまあでもそれを言うとまあ岡倉天心に乗せられたのかもしれないですけどねそう、うん、岡倉天心だってな自分書かないからね岡倉天心それは自由に言えますよ、うん、そうですよ、うん、単なる通訳ですが今だったら AI で間に合っちゃうんですから ひど <laughs> いね <laughs> もう <laughs> 目ぼろくそですね私はあのひ人柄的には天心もあ天心はあんまりだけど体感は結構いいとこありますけどねあそうなんですかいろいろほら後輩に声かけて頑張れよみたいなあるじゃないですかまあリーダーとしては良かったんじゃないですかあそういうことなんだ、うん、でも私たちは絵見るからな <laughs> いやセーセールテンはね名前はいいなと思うんですよねセーセールテンというタイトルねかっこいいっすよねうん まあちょっと絵がついていててな,いかない私は本当にね、雪舟の山水長官と、うんまあ台、台北にある、台北の大学部にあの高級博物院にある、他系の名前忘れちゃったけど、長官図を見てほしいですね。うん 比べて一目比べそうなんですけど、それを言うとね、はい、ルネッサンスとかバロックの、まあ、ルーベンスとかそういう人たちの絵と、インド派以降の絵を比べてみるみたいになっちゃうから、そうですね近代日本画っていう枠の中で、<laughs> どうかなっていうことでいかないと。そうですね、大体この SNS では悪口にちゃいけないんですよね、あんまりね。<の>そうなんですよ。 やっぱり、慣れみくはい。でも、あんまりね、あの、持ち上げてばっかりしてもね。そうですね。客観的や正直なことは。はい。まあ、客観的な,らないと。<laughs> はい、だって、黙ってたら、本当さっきの話じゃないけど、騙されるよ、騙されてるって言っちゃうなんだけどさ。そうなんだよ。あの、シーダ俊荘のね、黒い猫をメインにするような。うん、しゃいないですよ、やっぱり。ね、おまけにさ、最後の一週間だけって、あんな混雑したとこにわざわざ見に行く,行く気しないですよ、もうね。 本当そうですよ。言っちゃいけないったってな、それが言っていいんじゃないかなと思うけどな。いや、それはもちろんね、ダイバーシティの時代だから、いろんな意見があっていいんじゃないですかね。あそうですね。うん、まあ、向こうは一応権力だから、そう。<laughs> 多少言ってもいいんじゃないですか、ね。いや、おまけにね、<laughs> 基本的に重要文化財って縛りがあるのはわかりますけどね。はい。だって、国立近代美術館が開くんですよ。そうです。自分のところに17点持ってるんですよ。そうです。 で、他のところにも国立近代美術館から頼まれたら、それはなるべく出すように検討するじゃないですか。そりゃそうですよね。あと、国立博物館、同じ国立。それとは国立東京芸大。OK 取ったら、もうそれで成り立つような展覧会じゃないですか、極端に言うと。そうですね。それをね、なんかね、70周年記念とか、豪華な展覧会というかうで。1800円ですからね。 まあ、せいぜい1500円とこですよね。外国から持ってきたわけじゃないんだからさ。まあ、本当に言うと、これは常設、まあ、70周年記念でただでいいんじゃないの本当そうですよ。うん、まあ、あの、大観の前であんまりね、そういうこと言ってもいかんなかもしれない。ま私は、あの、大観の絵は評価してないけど、人はまあ大変、大事あ、そうなんですか私もわかんない,いや。私もあんまりよくしてないです、大観については。<laughs> <laughs> なんでそんなこと言ってるかというとね。はい。あの、東京ステーションギャラリーで今、あの、大阪の日本画ってやってやってるんですよ。 おかなりマニアックですけどね、大阪の日本語ってなんだっけなみたいな感じですけど、どね、そこで中村定義とかが出てる、はい、中村帝尉はさすがに知ってるじゃないですか。中村定義ね、はいはい、女性の絵ですよね。女性の絵、美人が。あと、北野常富とか。知らないです、すみません、知ってるわ。まあ,あまあ、まあ、中村定義がね、はい で中村誠夷ってあの、はい、野口英世みたいに子供の時やけどして指がくっついちゃってるんですよ。ああ、そうなんですか、はあはい。だから絵描く時に合唱とか言ってこう手を両手を合わせて筆を持って描くんですよ。はあ。すごいハンディー上手いですよ。うん。めちゃめちゃあの顔の線とか綺麗に描くじゃないですか。ねえ。 でね、何が言いたいかというと、はい。あの、そこで仕入れたネタですけど、はい。あの、あのステーションギャラリーで、はい。横山大観が、はい。あの、中村定位って、まあと、ずっと年下後,後輩じゃないですか。で、大阪の、はい、どちらかとマイナーな方じゃないですか。はい。で、横山大観が、あの、中村定位が認定に出したので、はい。そのハンディキャップを持って大変だろうから、はい。頑張れよって声かけて、それで、 あの中村帝は横浜大河の信奉者になったんですけど、あ<ー>まあそういういいとこもあるんです。親分肌なんです、ね。親分肌。目の目はいいのかもしれないですね。梅原なんかもそうですね。洋画の梅原龍三郎なんかもね。うん。親分肌ですよね。いや、だから俺ちょっと、あ俺っていうかあの、私ね。<laughs> はい、<laughs> 梅原龍三郎も重要文化財なってないんじゃないかなと思うんだけど。あ、なってないですか。あの、だってあれ常設上にありましたよ。 ありました、そうそう。そう中国っ、ね、だからね、梅原安井もね、重要文化ではなってないんじゃないかな,かないあ,あそうですか。いや、多分そうでしょう,いう。いや、違うのかな。親分肌の話で言うと、岸田流星なんかも、ちょっとだめかな。左い岸田流星はかなり崩れたあの。遊びをやってる時の親分肌なんですよね。ああ、そういうことですか。はいあ。みんなをつ連れて遊びに行ってるわけでしょ。 絵描きは別に親分にならなくったいいわけですからまあ絵描きは絵がやくないゃしょうがない当たり前です結局そうです話が絵から相当ずれちゃったのでずれましたねはいじゃあとりあえず横山大会のライバルししだしゅんあこれか誰だこれは不言菩薩え違うなこれ。弁守菩薩 ケンシボタツっていうんだ。うん、誰か偉い人ですね。このモデルは明治時代の偉いお坊さんですかね。はい、あ違いますよ。これ多分中国の唐の,の坊さんなです唐の坊さんですか、はい、私知らないなはケンシボタツ。まあ必死だしュんそうだから私黒い猫見に行ったんで、この絵ほとんど見てないです。<laughs> 私も日本語ほとんど飛ばしちゃったけど、大きな絵ですね。あ、大きい。そこそこ大きいですよね。幅もあるし。そうですね。ああ、黒い線があってね。この人は早,早死にでしたよね。 そうそうそうだから名前が体幹の影に隠れてますけどねだけど絵は菱田俊荘の方がいいっていう人結構いるんですよねいや私もそう思いますよ、うん、私もいいと思います菱田俊荘のただね私、はい、菱田俊荘でいいと思うのはまあクロニクはそうなんだけど、はい、インテンテンモーロ体っていうのをやってるんですよ、はい、モーロー体はい俊荘のモ朧ロ体は結構いいと思うんだけどこの絵別にモ朧ロ体っていういモ朧ロ体じゃないですねこれは <laughs> ないんで今日もご視聴ありがとうございました ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。コメント、ご質問お待ちしております。